一緒です、大変。一緒です、今日誕生日です。誕生日です、西田さん。おはようございます、西田さん。誕生日ですよ。またやっちゃいます。誕生日です、今日。32歳の抱負言わないと、早く。大変、早く。寝起きに来るんですよ。愛人を100人作る。来てください。もう10時です。はい、はい、します。行ってきます。あります。塗装はいいんだけどな。それがちょっとマイナスなんだよな。ワープも狭いし。まあ置いてみましょう。ちょっと待って、取り返した。ボタブル、ボタブルあるよ。弱い弱い。ボタブルがこっちまで逆に熱いとかないから。微妙だな。最後に可能性が。
頼む。面白かった。安全性維持に対抗できるなどと思ってくれる。はい、ということでやってきました、ビブレ前ここでね、ある女性と待ち合わせしてるんですよ。どんな綺麗な顔ねえ、もうなんか絶世の美女だって聞いてるんですよね。本当に、うん、クレオパトラの生まれ変わりなのかと自分で言ってましたけどね。あとこうも言ってました、私は永遠の魔女だって言ってました。確かにね。ねえ、うん、ワンピースのあの、うん、なんだっけ、あのチョッパー編に出てくる女性めっちゃわかる。何でしたっけあれ。ドクタークレハ。ああ、ドクタークレハ。あれそっくりなんですよ。いや、そっくりそっくり、マジで。いや、マジで実写化したら、うん、絶対その人がやるべきだと思いますよ。いや、俺もそう思う。俺もそう思う。魔女、あ、魔女いた。いた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 。いました。どこどこ。あの、ほら、パシングの前にいる。ここにいている、あの、身を立ち。ほら。いたいたいた。あ、いた。いたって。あ、いた。あ、来ました。はじめまして。あ、どうも。はじめまして。
会いたかったよ。僕もです。ありがとうございます。よろしくどうぞ。はい、あの噂のクレオパトラの、あのうちの母ちゃんです。クレオパトラ、うちの母ちゃん。はいはい。永遠のマジで。はい。はい、どうも。はい、そうですね。今日僕の誕生日だってことでね。ああ、はい、そういえば。そうそう。そうそう、横浜で働いてるんで、うん、それでね、よかった、はいはい、お会いしました、はい、行きましょうか、ご飯。はい、じゃあご飯行ってきます。はい、はい、イエーイ、はい、メリークリスマス。今日は僕の誕生日。そう、誰も言ってくんないから言ってあげたじゃん、ママ、うん、それは言えない。イエーイ、内緒だから。すごいですね、すごいじゃん。これ二人して写真撮って。ありがとう。はい、どうも、はい、どうも。パーティーがじゃん。はい、はい、はい、よ、はい、はい、誰にも撮る。はい、よ。かわいい。かわいい、かわいいってよ。マスコットみたいになってんじゃん、お前。あ、これインスタ映えだよ。はい、どうもこんばんは。こんばんは。今日の報告です。今日の報告、今日はですね、うん、1時間ぐらい、西村さん。そうね、1時間ぐらいだね。1人で、僕も2時間、うん、半ぐらいかな、うん、打ちました。はい、うん、で、結果が、うん、マイナス 35,215 円。またマイナスになっちゃって。またマイナスだよ、このスパイラル。抜け出せないな。回転数は僕の代が23回ぐらいですね。シンフォギアだったんですけど、199、まあ、僕のは21回ぐらいだったかな、多分ね。ちょっと少ないけどね、回転数は、はい、うん、まああのね、 4.35 円貸したものお店で、うん、だったので115束出るんですけど、うん、ちょっと計算式は、まあ、ややこしすぎて、うん、あんまり分かんないところなんですけど、大体そのくらいですね、うん、うん、横浜はそこまでがっつり稼働しなくてもいいかなという感じですかね。って思ってます。うん、打てるとこねえな。なんかな。まあ今日の店はまあちょっとのクイスは結構いけるかもしれないですけどね。まあね。うん。ぐんぐんっていかないじゃん。その回転数にしたってさ、収支にしても。うん。モヤモヤが続くなっていう。まあ今日はその後ね、うん、西村ママと初めて僕はお会いしたわけですけど。うん。どうだった？母ちゃん。まあ楽しそうに生きてる方ですね。自由気ままに楽しそうにずっと喋ってるし、そう2年間ぐらい喋り続けたんじゃないかなって思ったけど、放っといたら喋るぜ、うん、たまにおつまみとお酒出してあげればずっと喋ってるから、うんうん、一緒にいたくなるような感じですね。ああ、友達になりたいかっていう。よかったよ、だってよ母ちゃん、お会いできてよかったです。あ、まあ、まさに見た目はね、本当に、ドクタークレハ。本当な、ずっと見えましたけど、うん、ドクタークレハ実写版だよね、実写版って感じで。明日は、とある方とコラボで動画撮ってきます。とある方ってもうネタバレしてるやん。言っちゃっていいのかな、もうめっちゃ、めっちゃ出してる。どこまで言っていいのか、場所やればいいか。まあそうだね、まだ、まあ、来ちゃうかもしれないですんでね。有名な方ですから。そうね、そうね、まあ、これまあそれもそうなんですけど、なんかめちゃくちゃね、もう、まあ、毎回ネタのように聞こえるかもしれないですけど、僕の圧倒的ファンの人がいまして、あれは圧倒的ファンでしょ、と見てる、うん、あれは間違いなく圧倒的ファン。ガチな僕の圧倒的ファンの人がいるみたいで、ええ、僕についていきたいですっていう人がいまして、はいはいはい、明日からね、僕らと一緒に立ち回りたいみたいなのでね、うん、まあ、どういう感じになるかわかんないですけど、うん、まあ、ただついてくるだけなのかわかんないですけど。まあ会ってみてだね、うん、うん、それこれもワンピースで例えると、まあ、ずっと一緒のことは多分ないと思いますけど、うんうん、誰ですか、まあ、ビビとか、うちじ抜ける誰ですか、他に、サボ、まあそうかな、うん、まあまあちょっと違う気するけどな。あれか、あのオペオペの実の人か、誰だっけ、オペオペの実、オペオペの、トラファルガーロー、あ、そう、ローとか、はい、みたいな感じになるか、ローとか、ビビ王女みたいな感じになるかもしれないですね。うん、そんな一時だけいて離脱してっていう感じ、うん、離脱っていうかあれですけど、離脱って言い方あれですけど、はい、まあまあまあ一時ちょっと入るって感じになるのかな、わかんないですけど、うん、新
しいドラマが生まれそうなんでね、うん、楽しみですですねって感じです。はいはい、明日も楽しみましょう。はいはい、じゃあバイ。チャンネル登録してね。